書いてあるね。4.5キロ。4キロで59、4.5 で64。まあこれぐらい。はい。それぐらいが目安ですから。はい、だからこれ一つ4人で入ってるのか。ごめんなさい。ではこれ50日。3分の1くらいの方がいいですかね。一回さ、はい、試すんだったらバイオミン休んで入ってきますにして、そうそう、これだけ、これオンリーで、これオンリーで、で便が変わるかどうか。あ、だから今日ちょっと薬が追加されてるんですよ。まずはそれをやってもらって、はい、まあ1週間ぐらい経ってから一回使ってみて、1週間薬だけで変わるやつを見せて、で来週からこちらをちょっと食べてみる。だから、はい、だってもう一人の子も食べないと、そうそうなんです、難しいでしょだから多分今で1日半ぐらいか、3日もないね。80ぐらい食べてるでしょ。90ぐらい食べてる。90だって1日分だな。1日半ですね。1日半で試してください。それで何か変化があるかなと言うんだったら1回、まずは食べるか食べんかって問題だからね。食いつきがいいんだったら1回ちょっとバイオムあるだけ使ったら、この力を使ってみてもいいかも。そうか、ちょっと最初 400g 小さい使ってみて、食べるかおすすめですね。まず食べるか食べんかよく見てください。わかりました、ありがとうございます、はい、すいません、聞けました、ごめんなさい、なんか頼んだような気がしてたんで、ありがとうございます。はい、書いといて3つ出したんで、カルテに。